高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はこちらでございます。じゃじゃーん、はい、これバンダイスピリッツの新商品になりますね。アクションベース6でございます。666、はい、令和の時代に新たなアクションベースが登場ということで、僕も非常に楽しみにしていたこのアクションベースですが、こちらのアクションベースの特徴としては、まあ、過去にもね、いろんなアクションベース、まあ、6というだけあって 1,2,3,4,5 とね、いろんなシリーズ出てたと思うんですけど、これは何よりですね、コストパフォーマンスがもう最強なあのアクションベースになっています。普通これがあの大体これ660円なんですけど、もう他のアクションベースもだいたいまあ500円から600円、まあ、700円しないぐらいかなーっていう金額帯で販売していて、でだいたい1個入りなんですよね。1つのアクションベース、例えばこんな感じでね、1個のアクションベースって形なんですが、まあ、今回のこのアクションベース6に関しては、なんとこの写真の通りですね、2個入りなんですよね。2個で660円、だから実質300円ぐらいで1個ね、このアクションベースが手に入るよという、非常にお手頃価格で買えるコストマウスパフォーマンス最強のね、アクションベースでございます。まあ、ただやっぱ値段が安くなっちゃったから、実際これ使用感どうなのって気になっている方もいらっしゃると思いますので、今回はこちらの使用感、そして、まあ、このね、細い支柱でどれぐらい耐えられるのかっていったところをしっかり見ていきたいなと思います。宝棒、さあ開封パカーン。はい、まずランナーはこんな感じです。はい、まあ、シンプルにこう真ん中に2つに分かれて、いわゆる同じ形式のランナーが入っている形になりますね。はい、なんでこれ多分途中で割れるのかな、割れるね。はい、こんな感じです。はい、ちょうど同じランナーが2枚入っているような感じですね。で、まあこのアクションベース6、まあすでにね、使ったことあるよって方もいらっしゃると思います。というのもこれ一般販売する前に、例えばこのフィギュアライズスタンダードのスレッタであったり、あとは東海帝王とか、まあ、そういったプラモデルにもこのアクションベースが付属していました。はい、なんで、まあ、このアクションベース自体は一応推奨としては、一応表記されてるのは、まあ、144/1スケールに最適って書いてあるんですけど、まあ、この写真の30ミニッツシスターズみたいなね、こういうキャラクターモデルにも相性がいいよというモデルになります。はい、なんで、まあ、だからこそ、まあね、このシルエットがすごいシンプルな形状で、結構なんかこれあの他のねアクションベースというよりは、なんか他社製品であるね、フィグマとかそういうフィギュアで使ってるようなベースのような形状になってますよね。ランナーから切り離すとこんな感じです。まずですね、このアクションベース6の特徴としては、とにかくめっちゃシンプルに作られています。まずそれのおかげでですね、パーツ数がすっごい少ないんですよね。だから、まあ、今までのアクションベース、まあ、過去にねアクションベース1とかね、まあ、4,5 とか、まあ、こういうのを僕よく触ったんですけど、これね作るのにね、まあ10分15分ぐらいかかるんですよね。例えばアクションベース1って、まあ、この支柱の部分組んだりとか、あとこのねネジでねこう締め直したりとか、結構ね作る上で工程数が多いんですけど、まあ、今回のこのアクションベース6に関しては、まあ、台座、そして支柱が3本で、この支柱と台座をつなげるジョイント、であとはこの本体、いわゆるモビルスーツとかキャラクターをつなげるね接続ピンが、まあ、入ってるよっていう形で、非常にシンプルです。だからこれ全パーツ合わせても 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 パーツしかないので、まあ、切り出しにもあまり時間かからず作れるっていうのが今回のメリットだと思います。実際にまあどんなパーツが入っているかっていうと、まずこれが台座です。まあ、これも見たまんまですね。で、台座に接続するピンがこれですね。はい、これをまあ台座にセットします。はい、で、まあ、この支柱をねどんどんつなげていけば、その棒がどんどんつながっていくんですけど、まあ、この支柱が1本あります。で、支柱がですね、もう1種類あるんですよね。こんな支柱。はい、でこれはさっき見せたこのアクションベース45に入っているタイプとか、アクションベース1のちょっと大きい口径の穴、これに差し込む時に使うパーツになります。まあ、これはこれであったら便利だなって感じですね。で、支柱ですね。支柱はこれ全部共通です。3本入っていて全く同じ構造なんですが、これをどれだけ延長するかは自分で選べるようになります。要は全部つなげればこんだけ長い支柱にもなるし、まあ、短くしていいんだったらこれ1本でもまあ支柱として使うことができちゃうわけです。で、あとはまあこれのね支柱の接続ピンで、これ本体につなげるピンですね、これをつなげればまあ合体って形になります。で、これは全部で3種類の構造、3ミリピンでちょっとここのね軸が太いタイプと、軸が短いタイプで、あとそれに接続するこれはカニバサミみたいなね、いわゆる腰にこう脇に刺して、まあ、安定させるようなスタンドタイプ、これ結構いろんなやつでありますよね。で、今回はですね、この軸を2本使って、まあ、このアクションベース6用の軸と、まあ、本体はシンプルな3ミリピンのものを用意しました。まあ、これで差し込めばアクションベース6完成です。超簡単。
さあ、出来上がったこのアクションベースを早速144分の1のガンプラと組み合わせてみましょう。今回はエントリーグレードのストライクを用意しました。まあ、ストライクぐらいのね、このシンプルな144分の1のアイテムであれば、まあ、これぐらいもう安定してこう飾ることができます。はい、今回のこのアクションベースの支柱、結構見た目がね細いから、これ結構やわでさ、曲がっちゃうんじゃないの、こうだんだん落ちてっちゃうんじゃないのって正直僕も最初思ったんですけど、これね実は結構保持力強いんですよね。ね、これ全然もうびくともしないように安定してるんですけど、これがですね、このクリアの支柱がなんかね、今までのなんかクリアのプラスチックと比べてちょっとね内質性のあるね樹脂になってるんですよね。だから結構ねきっちりこうなんかこうグリップ効かせてくれるような構造になってるので、まあ、こんな感じで浮かせて飾ることができちゃいます。まあ、こんな感じで実際にストライクにアクションポーズをとって飾ってみても結構安定感あるディスプレイが可能ですね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、この HG サイズのまあ基本的なガンプラであれば、まあ、問題なくディスプレイすることが可能というのが分かりますね。あとはですね、このアクションベースやっぱりいいのが、まあ、この形状がすごいシンプルだから、すだち用の、ね、ディスプレイスタンドとしてすごく、ね、見栄えがいいんですよね。今ストライクで使ってみてるんですけど、まあ、ここの支柱のね、まあ、2本使えばかなりこのねテンションの上げ下げがしやすいので、まああの他のねガンプラとかでも自由に組み合わせて遊びやすくなっています。すごくね安定して飾れるし、まあ、長期間ガンプラのディスプレイするときにどうしてもすだちのディスプレイだとしてもやっぱどうしても足に負荷かかっちゃうんですよね。ただこれをね、あのいわゆるすだちさせるガンプラにそれぞれここに刺しておけば、まず安定感して飾れることもできるし、足の負荷も減らすことができる。そして何よりですね、耐震対策にもすごいいいんですよね。だからこういうベースをできれば全部のガンプラに用意したいなって僕ずっと思ってて、いやまさにこれじゃんっていうところで、もう本当にいいアイテムだなと思いますね。ちなみにこの後ろが例えば2つ使った時にこのくの字でここが出っ張っちゃうの気になるなって方はですね、まあこれ1本でもまあ使うことはできます。で1本で少し長いねこの 3mm ピンの支柱を組み合わせれば、まあストライクとかまあ一般的な形状の HG だったらこんな感じで支柱を刺すことはできますので、まあすだちディスプレイの一つの案としてはありなんじゃないかなと思いますね。さあ、まあこのストライクがね、まあ、使えるのはなんとなく予想通りだと思うんですけど、ここからですね、まあ、実際に大型機体がつけられるかどうかっていうのを試してみましょう。まあ、今回144分の1に最適ってことで、144分の1の中でも特にですね自宅にある重装備のモビルスーツってことでズサを用意しました。はい、まあズサも見て分かる通りでかいし、背中にね超大物の武器を背負ってるので、まあ、かなり重量のあるモビルスーツですよね。これで、まあ、ここの裏側に差し込むとどうなるか。まあ、これでね重くすぎると多分ここの支柱がね曲がっちゃう場合があると思うんですが、見てください、こんな感じです。はい、ぐるっと回しても、はい、支柱がですね、まあ、正直、まあ、この支柱自体が太いわけではないので若干こうね不安定な感じはあるんですけど、まあ、見ての通りこの支柱のねこの付けの部分の保持力はめちゃめちゃ高いので、こういう大きいモビルスーツを付けたとしても、まあ、浮かせて飾るということ自体は可能になります。まあ、正直これあんま推奨されるような形ではないんですが、まあ、それぐらいこの支柱のね保持度は高いです。ただやっぱりね、まあ、これ見てわかる通りやっぱ揺れるんですよね、こういう感じで。だから安定感あるディスプレイしたい場合はアクションベース4とか5とか1とかを使った方がいいかなって感じですね。個人的にこのアクションベースは、まあ、さっき見せた通りやっぱすだちでね綺麗に飾るためのスタンドとして使うのが一番いいんじゃないかなと個人的には思いますね。続いてはねどうしようもないパターン、こちら、はい、RG のニューガンダムのヘビーウェポンシステムですね、プレ版限定の。まあ、これこそもう超重たい装備てんこ盛りなんですけど、これはねもう全然ダメでした。もう差し込んだ時点でもう分かったんですけど、もうたわみます、全然もうなんかねもう安定しないんですよね。はい、まあ、ちょっとこれで足とかをつけてディスプレイする分には支柱としては役に立つんですけど、もうねこの支柱がね歪むんですよね、こう重さでニュッと。だから正直ここまで重たい機体とかマスターグレードみたいに、まあ、密度のある機体、重量のある機体は少しこのアクションベースとは相性が悪いんじゃないかなといった感じです。もちろんすだちで使う分にはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。
そんなこんなで、まあ、アクションベース6、まあ、ガンプラと使う分にはね、まあ、本当説明書通りといいますか、表記通りなんですか、120分の1の一般的なガンプラではいろんな遊び方できるけど、まあ、ちょっと大型の機体、ニューガンダムとかね、そういう機体だと、まあ、つけられんことはないけど、そういえば、あのね、浮かせて飾るとなると、ちょっと不安定な感じはする。ただ、支柱自体は非常に保持力は強いので、まあ、あの、ここの部分が負けるというよりは、この支柱の重さに負けるかどうかっていうところですね。まあ、そこの部分で、まあ、検証していただければなと思います。で、まあ、ここまではガンプラでいろいろ紹介したんですけど、このアクションですね、個人的にはガンプラ用として使うっていうよりは他のアイテムで使った方が相性がいいんじゃないかなと個人的に思っています。というのもですね、まあ、最近ガンダムフィギュアっていろんなシリーズ出ますよね。ガシャポンとか食玩で、ガシャポン食玩で、まあ、すごい人気なシリーズがあると思うんですよ。まず食玩で有名なのがこちらですね。はい、 G フレームね、これね、多分一番相性いいと思うんですよね。今回はですね、最新弾のゼータを持ってきましたけど、まず裏側にこの G フレームも共通のね、3ミリピンが入ってます。これは当然このアクションベースの3ミリピンと共通規格なのでぴったりさせるし、重量感、サイズ感から何から何までぴったりなんですよね。これはね、本当に完璧なサイズ感なんで、正直ガンプラとかより、これ本当 G フレームとか食玩とかね、ミニフィギュア系と組み合わせた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。これね、本当 G フレーム用なんじゃないかっていう。もちろん食玩シリーズにも食玩ベースっていうね、アクションベースみたいなのがあるんですけど、まああれってちょっとね、まあ、チープ感が若干あるんですよ。ただこれはね、あの見た目のね、シルエットがすごい綺麗なので、まあ本当に高級感あるディスプレイとして飾ることもできちゃうし、何気にこの支柱がすっごい丈夫だから、この支柱に無茶なね、こう負荷をかけたとしても結構安定感あるね、ディスプレイすることは可能なので、まあこれを複数台ね集めて G フレームで空中戦してるみたいなディスプレイもすることはできちゃうわけですよ。これはね、正直 G フレーム用なんじゃないかと思うぐらい相性がいいのかなと思ってます。あとはこちらですね。はい、モビルスーツアンサンブル、まあ、これもね、500円のガシャポンですごい人気のガンダムフィギュアシリーズと思うんですけど、これも各所に3ミリピンがたくさんあるんですよ。で、3ミリピンと共用できるから、まあ、これ刺すだけでこんな感じでですね、お手軽にですね、この空中戦を再現することができます。僕は今までですね、まあ、こういう、まあ、アンサンブルとかさっきの G フレームとかのディスプレイするときってこれを使ってたんですよ。はい、これは魂ステージっていうアイテムなんですけど、これね、まあ、1個、まあ、2個入りとはいえ、まあ、800円とかね、ちょっとね、金額がするのと、何よりね、これ1回品切れるとね、なかなか再販されないんですよ。はい、もう本当に再販されなくて、本当1年に1回あるかないかで1回ね、買い逃すとなかなか手に入らないので、揃えるのがすごい苦労してました。で、まあ、もちろんこっちの方が、まあ、ビス止めできるから安定してディスプレイすることができる、あと支柱がね、太いから、あの結構ね、重量のある機体も対応できるんですけど、まあ、こういうミニフィギュアにはちょっとオーバースペックだったんですよ、当時は。正直すっげえいいディスプレイスタンドなんだけど、ただ今回のね、このアクションベース6が出たことによって、正直アンサンブルと、まあ、G フレームに関してはもうこれ一択で使うことができるんじゃないかなというところで、まあ、一番僕はここで可能性を見出している形になります。最後にちょっと補足で伝えたいんですけど、過去にですね、僕が超おすすめしているこの新興ハンガーさんが出しているこのコレクションケースですね、まあ、僕これでいつもアンサンブルとか G フレーム飾ってるんですけど、これのまあ一応ディスプレイって、まあ普段後ろにね、こう背景でこう並べているのあるんですけど、これがね、アクションベース6とぴったしなんですよ。アンサンブルをこう空中で飾るときにこんな感じでですね、まあこのベースのこのサイズ感がまず中に綺麗に収まりやすいという構造になっています。これがアクションベース4とか5とかだと、まず入るは入るんだけど、ギリギリすぎてね、これ閉じないんだよね。ほら、こんな感じで。だからすげえ使いにくかった。ただこれがサイズが小さくなったことによってぴったり入るようになりました。で、これがね、ちょうどスタンドが1、2、そして3。はい。このね、ちょうどね、この横幅に対してぴったりこの3つ入るような構図になってるんですよね。はい、これができることによって、このひな壇を使わなくても上にね、こう空中しているディスプレイを何体か飾れば下にも飾ることができちゃうっていうね、展示方法ができちゃうわけですよ。いや、これはね、本当にサイズがぴったりすぎて、もうこのコレクションケース、まあ、普段使ってる人がいたら、まあ、このアクションベース6と組み合わせるとよりかっこいいディスプレイできるんじゃないかなと思いますので、非常におすすめの組み合わせになります。宝棒というわけで、今回のご紹介はこのアクションベース6です。最後はですね、まあ、今回おすすめした各フィギュアシリーズガンプラとのディスプレイで並べてみましたが、
やっぱこれいいな、めっちゃいい。もちろん過去のアクションベースと比べると弱点であるやはり重量に弱いっていうのはありますけど、ただ保持力がしっかりしてるからこういうミニフィギュア系と組み合わせると本当の力を発揮するんじゃないかなと思います。あとガンプラに関しては、もちろん空中ディスプレイもいいんだけど、こうすだちで飾りたい時のやっぱり耐震補強用かつ、安定してディスプレイするかつ、このガンプラのこの脚部のね損傷を防ぐっていうところで非常にね重宝するんじゃないかなと思いました。いやこれはね、ありそうでなかった。もちろんね他社でね似たようなタイプのものはあったんだけど、やっぱね僕はやっぱこの並べる時はバンダイ製品と一緒にねこうディスプレイするっていうところでこだわりがあったので、ついにねこういうディスプレイができたわけでございます。非常に僕個人としてはおすすめなアクションベースでございましたので、ぜひね店頭で見かけた際は遊んでみてほしいなと思います。というわけで今回の配信は以上となります。今後もさまざまな配信やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録そして高評価ボタン何卒よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。